大門、えー、でございます、えー。金融円滑化法後の中小企業支援について質問いたします。であの金融庁の資料といいますか、推計によりますと、えー、円滑化法を利用した企業があ30万から40万社と、でえー、そのうちですね、えー、事業再生、あるいは、あの転配業、 のの必要性ががあるとい 5, といいうう五六万社推計が出ております、まあ、推計なんで、あの実際のところというのはありますけれどこの五六万社と言われる企業をどう考えるかが大変重要だと思うんですが、まずあの非常にあの基本的なことで、麻生大臣に伺いたいんですけれども、あのこの五六万社もです、ね、景気さえよければ、 自立再生できる企業が私はほとんどだと思うんですよね、こう長い不況でこういうことに追い込まれてますし、円滑化法の下でも、すでに倒産するところはしておりますから、そういう点でいくと、あのこういう企業ですね、なんて言いますかあの不良再建予備軍とか、 あのゾンビ企業とかね、そういうのは大変失礼な話だと、みんな歯を食いしばって頑張ってるんだと思うんですよね、ですから政治の役割は、こういうところをこうどう整理するかじゃなくって、まあ、景気をよくして、どう支援するかということがまあ基本に置かなければいけないと、整理改修のこう対象として見るようなね、それは違うんじゃないかとちょっと思ってるんですけれど、あのそこのところの基本的なお考えまで聞きたいと思います。麻生大臣。 これ56万社とか、まあ、いろいろ数字はみんないあの勝手な数字はいろいろあるんですけれども。 いずれれにしても、これは大門先生あの企業はあのどうしてそうなったかっていえばそ,その企業の責任もありましょうけどたまたま取引先の企業が倒産したために資金繰りがつかなくなったとかまた為替でおかげで途端に採算が割れたとかまたそれまで下請けした部分が切られたとかいろんな事情でその企業だけではとても対応しきれない部分っていうのがある。 いうのも事実ででありますんでそういった企業に対しては少なくともこれは今後とも駄目だというんであれば業種を別の方向に向けるとか仕事をどうするっていうような指導を含めて金融がやることをしないとただきちんとやりますというんで金融庁が金融処分庁みたいな形になっておかしいじゃないかと言ってつっついていくととた,とたってその。 すすぐ倒産するということになりかねるということだけは断固避けねえなろということだと思いますんであの3月で切れた後少なくともこれまでの間特に急激に倒産がわーっと増えてきたというような状況にないということはこれまでの間の金融庁なり他の多くの金融 関係の人たちが、この問題に関しては十分に理解して、これまで対応してもらっているとは思っておりますけれども。今後とも、あの、そういう方向でやらせていただきたいと思っております。大門三木君。はい、ありがとうございます。それで資料をお配りいたしましたけれど、確かあの、金融庁、あの。この円滑化法の。 の後のですね、対応について様々なあの対応策は本当にあの一生懸命頑張ってあの組んでくれておりますあの。現場に不安も広がらないようにということですね。でただあの、これからなんですけれども、ちょっとあの心配なところがあるんで、えー、今日はそうならないようにという意味で質問をさせていただきたいというふうに思っております。 で、まあ、この、いろいろこう、この資料に一番見あるとおり対策はあるんですけれども、この中のですね、事業再生ファンドというのがあります。で、これはあの、私もこの委員会で、このファンドの問題を取り上げてまきましたけれど、まあ、中小企業の立場からすると、あまりいい話がなくって、評判のいい話があまりなかったんですよね。で、特に小泉竹中改革の不良債権処理のときに、このファンド形式がかなり、あの、 使われましたしし、えー、足利銀行が破綻した時にはこの事業再生ファンドがです、ね、鬼怒川温泉なんかで、非常にあの自分たちの儲けを儲け本位で、えー、旅館を選んでですね再生して大問題になったり、ですねいろんなことがあったのが、この事業再生ファンドでございます。で、あの簡単に言うと、あの債権回収優先とか、あるいは銀行の飛ばしの手段になったり、 まあまあ様々いろんなことがあるわけですけれども、いずれにせよその自分たちの儲けを稼ぐために、え買い取りをやると、再生をやるというようなことがあってですね、かなり問題になってきていたわけでございます。で、今回のこの全体のスキームでいくと、どうしてこれが必要なのかなとちょっと思うところがございまして、金融庁の大方針は、メインバンクがとにかく、そういう企業を最後まで、あの、きちっと支援、面倒を見ろと。 というのは大原則ですよね。で、その上にあの、この図にもありますけれども、えー、中小企業再生支援協議会で、債権者、債権者間の整理をやるとか、えー、まあ、債務免除をやる場合もですね、そういうこともできるようになっていますし、えー、事業再生専門の非常にあの、優秀な弁護士さんも、あの、頑張っておられますから、特にこの事業再生ファンドをいろいろ心配されるところを、この中に、えー、民民で勝手にやるのは、 あるかも分かりませんけれども、金融庁のこう、えー、ススなんて言いうすかね、促進する、えー、金融庁のこうスキームとして、この事業再生ファンドの蘇生をですね作ることをそ促進するという必要は、私はそもそもなかったんじゃないかなと思うんですけれどその点いかがですか細溝金融庁監督局長。 事業再生支援が必要な債務者の状況というのは様々でございまして、いろんな債務者の方々がおられると思います、議員ご指摘のとおり、メインバンクがきちんと面倒を見ていく、これは原則だろうと思いますが、銀行自身で,で対応できない、内緒や外部の力を借りたいというものもあろうかと思います。 それで、えーまああのー、そういった際に当該債権を金融機関本体から切り出しまして外部の専門家や外部機関と幅広く連携していわば集中一種の集中資料室のようなあ形で再生支援を行うということも選択肢の一つであろうと思っております。事業再生ファンドはこれ債権買い取りとか融資といったことはやるわけでございますが一般の金融機関が持たない出資機能 あるいは専門人材の派遣とか、スポンサー企業の招聘といったノウハウを持つところもございます。さえまして、事業者の実情や直面する課題に応じまして、効果的な事業再生支援を行っていく際に、こうした事業再生ファンドの機能が、今申し上げました集中治療室のような再生支援を可能とするう選択肢となる場合もあるということで、えー、ございます。大君 まあ、細野さん言われるような範囲で進めばいいんですけれど例えばですね、このファンドというのは、全国ファンドと地域ごとのファンドがございますが、で全国ファンドは今、8ファンドできてるんですかね、この中にですね、フェニックスキャピタルという外資系の投資ファンドが参加しております。でこのフェニックスキャピタルは、 国会でも取り上げられましたけれども、銀行からですね、依頼されて、その東京の羽村市にあります、あ,のありました会,会場というね、超音波あ技術の会社に、まあ、乗り込むといいますか、入りまして、株を取得して、従業員の7割を整理して、えー、なおかつその銀行、名前は言いませんけど、その銀行の借金だけは全部回収して、 えー、もう手当てりしだに会社の資産を売って、大変問題になって、ですね東京地裁からもこの人員整理の問題では、仮処分まで受けたところがこのキャピタルあ、フェニックスキャピタルでございます、こんなところがです、ね、この金融庁が進めているスキームのこの全国ファンドに、えー、参加しているというのは、そもそも金融庁、存じでしたか細水局長。 えー、あのファンドは必ずしも私ども所管しておりませんので、すべてを捉えているわけではございませんが、こういったさまざまなファンドが、こういった事業再生ファンドという形で、こういったスキームに参加しておるということは承知しております大門美さまざまといっても、ですねこういうところに参加したら問題だと思いますよ、私は、あの金融庁が進めているスキームで、で資料の2枚目にお配りあの、資料の2枚目なんですけれどこれは地域ファンドなんですけどね。 あの、官民ファンドから、あのー、いろんなファンドのがありますが、まあ、官民ファンドは中小基盤機構が一て入ってますから、あまりそんな無体なね、ことは、あのー、やれないと思いますし、この規模のところに出資金額が入っているところは、これはあの、地銀とかですね、えー、地域金融機関が出資しているところでございます。私今日指摘したいのは、この個別案件ごとと、 なっているこのファンドでございますこれは何な、なんのことかといいますと、まあ、あのファンドの運営主体ですね無責、えー、無限責任組合員というふうになると思いますが、いわゆるあの再生会社がですね銀行と業務提供を結んで、銀行から債券を買い取るごとに、 買い取るごとに、その必要資金を出資者から募ると投。投資家から募ると。で、この投資家はみんな善意の人とは限りません。ほとんどやっぱりリターンを期待する投資家でございますから、そういうお金を募って、個別案件ごとにやるというのは、この、えー、規模の金額のところに入っているやつで、これは大変数が多いわけですねで。これはあの、もうあの、プロならわかると思いますけれど、 えー、儲かる案件を持ってきて、えー、そこで、えー、いろいろ整理して、株を売却して、そのリターンをという仕組みにほかならないわけでございますで。ちょっと時間の関係で次の話をしますと、3枚目にありますが、この個別案件ごとにですね、えー、のあに半分以上絡んでるのが、リサパートナーズというところですね、これは3枚目にあのその、えー、本部長さんが、 喋っておりますけれど、要するにあの何言ってるかというと、まあ、不良債権、えー、今度の円滑化法の後、えー、7割はあもう整理する必要があると、まあ、金融庁と全然違うこと言ってるわけですね、えー、3 40万社のうち7割は整理する必要があると、まあ、とんでもないこと言ってるわけですけれどいずれにせよ、これはあの多分ビジネスの期待を表していると思うんですよね。 で、このあの、リサパートナーズのですね、社長さんは今日は資料用意いたしませんけれ,しかしたけれど、田中社長はですね、他のところでもっと率直に、円滑法か、円滑化法が今まであったから、ファンドの仕事は少なくなっていたんだと。円滑法が切れると、どっと、このファンドの仕事は増えるというふうに、あの、大変あの、潜在一遇のチャンスだということで、えー、ビジネスとして、儲けのチャンスとして期待しているのが、このリサパートナーズで、 え、ございます。それが、この、えー、金融庁おすすめのファンド作りの半分以上に、えー、関わっているわけですね。で、やっぱりですね、あの、こういうことはきちっと気をつけられないと、これ民間が勝手にやってるならね、まだあれですけど、金融庁のこのスキームの中の一つのね、目玉になっている事業再生のところで、この機会に設けたいというようなところがですね、で、あの、もう一つ申し上げますと、このリサパートナーズは、あのー、えー、 リサ債券回収株式会社というところとセットで、このファンドに入っております。例えば、瀬戸内ファンドなんかは、もうそうですし、どこでもみんなそうなんですけど、このリサパートナーズに入っているところは、えー、自分のところの子会社であります、リサ債券回収株式会社セットで、 こののススキキーームムにファンドのスキームには加わっておりますつまりどういうことかというと、まあ、地銀なら地銀が、ですねこれはちょっと儲かる案件なんで、投資を募ってあの再生させて、株をまた売って、えー、リターンを稼いでもらって結構ですと、もう一つはすぐ自分のところの債券回収会社に送って、その債券回収会社がもう事業再生ではなくって、ただ回収をすると。 銀行にとっては、ただもうあのオフバランスできますから、移、えー、すだけできれいになりますから、えー、それを回収だけを行うというふうなことまで、ですね、そういう仕組みになっているんですよね。で金融庁はまあそこまでご存じなのかどうかありますけれど地銀は、いや、あの、新金等は、ですね、これ、100も承知で、このファンドにリサ・パートナーズと一緒に提携して組んで始めておりますので、 えー、まだ始まったばかりですからあの、足利銀行で起きたことが起きるとかあのあの、起きているとかね、そういうことはまだ申しませんけれど、十分そういう危惧はありますので、ですね今のうちに、ですねあの地銀なり地域金融機関を通じて、その整理回収のための、単に整理回収のための、大臣言われたようにです、ね、そういう仕組みじゃないんだと、きちっと事業再生ということと、やっぱり、えー、のーメインのところがですね、 地になり金融機関はちゃんと責任を持つ,持つんだと持つんだ、持つべきだということは、今からきちっと言ってもらいたいし、今後もちゃんと監視をしてほしいんですけどいかがですか細局長委員ご指摘の、まあ、各地に所在します民間の事業再生ファンド、これは基本的には地域の金融機関が、まあ、借りて企業に対する事業再生支援を目的としまして、民間のファンド運営会社のノウハウを取り入れて設立したと。 といいうことでございます。ただ、ご指摘のとおり、こうした民間の事業再生ファンド、その行動によっては、必ずしも個々の事業再生支援の目的に合致しない恐れもありうると。 いうのは議員ご指摘のとおりりだと思っておりますこうした点も踏まえまして、民間の事業再生ファンドの活用がなされる場合におきましても、まあ、これは官民ファンドの場合はもとよりでございますが、民間のファンド活用の場合でありましても、真に実効性のある事業再生支援につながるように、各金融機関の取り組みをしっかりと監督してまいりたいと思っておりますじゃあ,あの、大臣の答弁求めません、求めませんけれども、時間が来ましたんで、大臣からもよろしくご指導いただきたいと思います。ありがとうございました